ロシア海軍の揚陸艦4隻が、相次いで津軽海峡を通過しました。案内人の浅香です。今回は、ロシア軍のウクライナ侵攻での部隊配備失敗について、詳しく見ていきます。防衛省も、監視を強化していますし、日本への対応も変化しました。ここから、中国とロシアそれに、北朝鮮の動きが変わる局面になってきます。日米大強化、A5 との連携強化も必要になります。2022年3月16日に防衛省統合幕僚監部が3月15日の午後8時ごろ、青森県下北半島の北東端にある尻屋崎の東北東約 70km の海上において、ロシア海軍のアリゲーター4級戦車揚陸艦1隻、及びロプチャー1級戦車揚陸艦1隻の合計2隻が、西に向けて航行しているのを確認したと発表した。さらに、16日の午前7時頃には、同じく、尻屋崎の東北東約 220km の海域を15日に航行していたものとは異なる、ロプチャー A 級戦車揚陸艦1隻、および、ロプチャー2級戦車揚陸艦1隻の合計2隻も、西に航行しているのと確認したと、発表されている。海上自衛隊では、青森県八戸航空基地の第2航空軍第2航空隊所属の B3C 哨戒機と、青森県大港基地の第7護衛隊所属の護衛艦、シラヌイ DD120 を派遣して、情報収集と警戒監視に当たらせていたところ、これら4隻の揚陸艦は、いずれも、そのまま津軽海峡を前進して、日本海へ入ったのを確認したと、公表した。ロシア海軍の艦艇が、堂々と日本を挑発するかのように、津軽海峡を通行したことに、インターネット掲示板や SNS では、怒りや懸念が渦巻いていて、なぜ黙って通過させてしまうのか、などとの抗議が挙げられているのだが、北海道周辺の津軽海峡や宗谷海峡は、国連海洋法条約による国際海峡とされていて、敵性国家の軍艦であっても、明らかに日本を攻撃しようとの姿勢を見せない限りは、通過通行権が認められており、その航行を妨害することが禁じられているので、自衛隊ができることは、警戒監視をするのみなのである。また、ロシア海軍艦艇による津軽海峡通過は、3月10日と14日にも発生している。3月10日午前2時頃に、ウダロイ1級駆逐艦1隻、ステレグシチー2級フリゲート艦、2380型警備艦4隻、グリシャ級コルベット艦、1124型小型対潜艦2隻、補給艦1隻、潜水艦救難艦1隻、公用衛船1隻から、なる10隻の艦隊が、太平洋側から津軽海峡を通過して、日本海に抜けたことを、防衛省が、11日に発表している。例年であれば、ロシア海軍太平洋艦隊は、流氷のないウラジオストク沖合の日本海で、小規模の演習を行う程度であるのだが、この時期に流氷を漂っている、危険があるオホーツク海や、クリール列島、千島列島東の太平洋上で、演習を行ったのは、極めて、異例のこととされている。これら10隻が津軽海峡を通過する際の画像が防衛省から公表されているが、気になるのは、いずれの艦も塗装が汚く錆が浮いていることである。1960年代に開発されたグリシャ級コルベット艦は就役してから相当の年数が経過しているため、ある程度の錆はやむを得ないとしても、ウダロイ級駆逐艦や新型艦とも言える、ステレグシチー2級フリゲート艦まで、錆が目立つのは、しっかり整備が行き届いてないのではないかとの指摘もある。ソ連が崩壊してから、ロシアの経済が安定せず、
太平洋艦隊が予算を削減されたために、稼働率が著しく低下したとの噂は、耳にしたことがあるが、近年でも苦しい中で、やりくりをしているのではないかと見られている。そのロシア海軍艦艇は、さらに、3月14日には、宗谷海峡に姿を現し、キロ級通常動力攻撃型潜水艦3隻、ウダロイ級駆逐艦1隻、マーシャル・ネデリン級ミサイル観測支援艦1隻、公用衛船1隻、砕氷艦、商船の6隻が、宗谷海峡を前進した。ロシア海軍では、ウクライナへの侵略開始前の1月20日に、ロシア周辺の全海域において所属する戦闘艦や支援艦など140隻、海軍航空機60機、兵士1万人以上が、大西洋、北海、地中海、黒海、オホーツク海、太平洋などに展開して、大規模演習を実施すると発表していたが、この時点で、ロシア陸軍が、ウクライナ国境付近に、陸上兵力を集結させていることが問題となっていた。このロシア海軍による大規模演習は、その動きに呼応するものとして注目されており、2月に入ってからは、ロシア海軍太平洋艦隊の駆逐艦、フリゲート艦など24隻が、オホーツク海や日本海で演習や訓練を展開しているのを海上自衛隊が確認していた。日本では、かつてなかったほど、多数のロシア海軍艦艇が、津軽海峡や宗谷海峡を通過したため、ウクライナ危機に関連づけて、論評を述べる軍事評論家が多かったが、3月10日、14日に、津軽海峡や宗谷海峡を通過した、これらの水上艦艇や、潜水艦の中には、特に脅威に感じる類の艦はなく、上記の大規模演習に参加していた艦が、演習が、終了後に、ウラジオストクに寄港する最短ルートを通過しただけとする見方が出ている。実は、これらの艦艇の中で、気になる存在は、3隻のキロ級通常動力攻撃型潜水艦だと指摘する声がある。これらは、ロシア海軍がキロ級を改良して、巡航ミサイル、カリブルを魚雷発射艦から発射することが可能な、636.3 型ではないかと見られているのである。この 636.3 型は2019年11月以降、太平洋艦隊に同型潜水艦のペトロパブロフスクカムチャツキーとボルホフが配備されており、2021年10月には 636.3 型3隻目のマガダンがロシア北西部の造船所で建造されて就役し、太平洋艦隊に配属されたと言われており、今回確認された3隻が 636.3 型ではないかと見られている。2022年1月に、ボルホフが巡航ミサイルカリブルの発射演習が日本海で実施され、1000km 以上、先のカムチャツカ半島ハバロフスク周辺の海岸に設定された陸上の攻撃目標に命中したとしてロシア国防省が発表している。この追艦対地巡航ミサイルカリブルはアメリカ軍のトマホークに匹敵する長距離巡航ミサイルで発射するプラットフォームは潜水艦、水上艦、陸上など多岐にわたり、潜水艦発射型は、533mm 魚雷発射艦から、水上艦では、3S14UKSK-VLS 垂直発射システムから発射されるために、基本的に、すべてのタイプのミサイル直径は、533mm で出雷されている。対地攻撃用の潜水艦発射型のカリブルは全長 6.2 メートル、直径 0.533 メートル、重量 1770kg、弾頭重量 450kg、弾頭 HE、榴弾で
その射程は 670km 超であることが2017年のシリア内戦において未然にて確認されている。そして今回15日から16日にかけて4隻の揚陸艦が車両を満載して津軽海峡を通過したことについて、極東の部隊から3から4000人ほどをウクライナへ増援しているとする軍事アナリストがいるが、これにはさすがに無理があるとの反論があり、千島列島配備のロシア軍陸上部隊は8000人ほどとされているのに、その半数近くをシベリア鉄道で1週間かけてウクライナに輸送するなどありえないとの指摘がある。いくらウクライナで苦戦が伝えられ、戦力の消耗が著しいとしても、わざわざ極東から兵を輸送することはないと考えられ、これら揚陸艦は演習前にウラジオストクから輸送した陸上部隊を再び乗せて、水上戦闘艦と同様に寄港するだけと見る向きが多い。